マイカです。はい、ニネです。今回はマイカが旅行で韓国に行ってきたので、その購入品を紹介していきたいと思います。だそうです。ティアラチャンネル。あのね、韓国語でね、めっちゃ言われてからね、全然わからなかった。じゃあ、購入品1つ目、1つ目、じゃん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 、鏡です。これはね、そう、チューでね、買った。へぇ、チューっていうね、お店屋さんがあって、うん、そこで買いました。結構ね、ハート型でね、ここにあのね、チューのキャラクターが乗っていて、めっちゃ可愛かったんで、一瞬で買いました。一瞬で、もうね、一目惚れしたからね、めっちゃ買った。ひよこちゃん、次は、この中に入ってます。このポーチは韓国？そう。じゃあ、チューからね、はい、チューで買ったもの、じゃん、携帯ケース。こんなね、なんか波みたいな、波じゃないね、キラキラが中に入っていて、ここにね、チューのキャラクターが乗っています。かわいい、ね、ハートハートがいっぱい入ってる。そう、中になんか水が入ってて、中にキラキラが入っています。かわいい。じゃあ、エチュードハウス。エチュードハウス、じゃん、ドリンク型のリップです。リップ、リップ、これめっちゃね、可愛かった。なんかね、韓国のエチュードハウスと日本のね、韓国のエチュードハウス違くてびっくりした。へえ、全然違うの。ネイルとかがね、10円か何円かでね、売ってて、100円か10円ぐらいで売ってて、めっちゃ安かったんで買いました。これは赤、結構マットめで、今つけてます。あ、赤いよね。うん、これね、オレンジで韓国風な洋服に合います。でね、これがね、あこれが塗ったら最初透明だけどね、だんだんピンクになってくる。へえ、水色かと思っとった。うん、これね、水色になると思うじゃん。そう、結構ね、これがコーラの匂いがして、これなんだ、これがオレンジの匂いです。へえ、これがサイダーの匂いです。ちゃんとね、塗ったらね、匂いがプーンってするの。4つ目、次は韓国のダイソーさんで買いました。買ったものを紹介します。韓国のダイソーと日本のダイソーも違うんでしょ。8階までね、ダイソーさんがあって、もう一日中そこにおれるぐらいね、もうめっちゃね、可愛いものがあった。500円まで。これがリップがついてて、リップ型がついてて、この中がなんと、なんだ、じゃんじゃんじゃん、あれ、じゃん、ブラシが入ってます。でんでん、あー、え、100均、ダイソー、じゃん、リップです。100均、リップです。100均のダイソー、ダイソーさんで買いました。これはね、こっちが多分ピンク、じゃん、めっちゃね、蛍光なピンクです。見えるかな、綺麗な色、こんな色、見えるかな、発色がいい。うん、これね、塗った瞬間にね、可愛いと思ってからね、買いました。結構ね、マイマイが好きなね、紫とピンクでね、リップのね、柄がね、ついててね、これもね、紫でしょ。そう、ピンクと紫がいっぱいあります。次、じゃん、アイシャドウ。アイシャドウなん、それ、これめっちゃね、キラキラがつくんだよ。直接塗ってもね、綺麗な色になる。え、リップじゃないと、それリップじゃないんだよ。柄も可愛い、欲しい、欲しいだね。次もリップです。リップ、韓国ね、リップね、買いに行ったもんなんですよ。これもね、赤、これね、赤のね、リップがね、好きと、結構ね、洋服にも赤合うし、うん、赤いリップ多いよね、まゆみちゃん、結構赤使う。これもね、結構まとめ、めっちゃ赤。ほら、ここの一番端っこのこの色、結構ね、赤。
そう、ポーチがね、ずらーって並んでて、一番これがね、輝いとって、はぁって思ってから、これ見たら、ここにね、タッセル。タッセルがね、ついてて、短足そうめん。それはね、違うから、そうめんじゃないよ。食べ物じゃありないよ。こっちね、何も書いてないけど、キラキラ。じゃん。今回は、マイカが旅行で買ってきた購入品を紹介しました。どうだった？全部かわいい。おるちゃん、おるちゃん、おるちゃん。お気に入りはどれ？お気に入りはね、そう。エチュードハウスで買ったドリンク型のリップです。めっちゃね、見た目もね、かわいいしね。以上、韓国の購入品でした。アンニョン！アンニョン！